コスパ最強とずっと言われ続けていた、こちら GTX 1660 Super ですね。今日はこれを使ってStable Diffusionをできるところまで走らせてみようと思います。ちょっとね、エルフさんを作ってみようと思います。まあ、よりパワフルなグラブを入れた方が密度の高いね、綺麗な絵を完成することができるっていうことなんで、これ入れてないとね、普通に父丸出しのね、画像出たりとかしますんで、普通の着衣バージョンが欲しい場合はこれを必ずね、入れておいてください。どうもこんにちは。しばらく沼ってました。ステーブルディフュージョンですね。エッチな絵を生成するための専用 AI ソフト。に沼ってました。まあ、簡単に言うと、好きな文字を入力して、その文字から AI が勝手にイラストを生成してくれる、そんなソフトです。これがまた実は PC がね、結構パワーがいるということで、特に GPU が、パワーが必要になります。で、今日は安い GPU で、Stable Diffusion で、エッチな絵を描いてみようという動画を作りたいと思います。Stable Diffusion を使ってこういう画像をね、作るために一体どのぐらいのね、グラボが必要なのかっていう疑問な人もいると思いますので、今日は、今までね、コスパ最強とずっと言われ続けていた、こちら GTX 1660 スーパーですね。今もだいたい2万円ぐらいだったら中古市場出回ってるのかなというやつですね。今日はこれを使ってStable Diffusion をできるところまで走らせてみようと思います。ゲームの入門としては今となってはね、ちょっと世代も交代してしまって、本当の入門クラスになってしまったのかなっていう感じですね。新しい世代も出ましたからね、このクラスでもStable Diffusionが動くのかどうか今日はテストします。Stable Diffusion 使うためには2つの方法があって、Google コラボラトリーを使う方法と自分の PC で動かす2種類があります。今回は自分の PC で動かします。一つ目の Google コラボラトリーは簡単に言うと自分の PC では作業を動かさずにクラウド上で処理を完結してしまいます。なので安いパソコンでも大丈夫。今回は PC でグラボで動かさないといけないので PC 金かかります。オンボードの GPU しか載ってないとか、特にノート PC の場合は、結構厳しかったりするので、その場合はクラウド上で処理できる Google コラボラトリーを使うことをお勧めしますが、なんか最近噂では今まで無料でできてたんですけども、どうやら今は有料課金じゃないとなんかできないみたいな制限がかかってしまってるらしいです。で、今回僕が試した PC の環境なんですけども、結構古いですよね。CPU 古いですからね、特に。1660スーパーなんでそこまで冷静して生まないとは思うんですけども、どうせなのでこの構成でね、最低ラインをね、確認してみましょう。初めから言っちゃうと、1660スーパーは、メモリね、VRAM が6ギガしかないんで、ここがね、Stable Diffusion ではネックになってきてしまいます。1660スーパーは、入門 PC ゲーマーにとっては、コストパフォーマンスの面で非常に魅力的な選択肢です。特にマイニングとかが盛り上がっててグラボがめちゃくちゃ高い時に重宝されました。でも本当に今では入門です。それでもちょっと古めのゲームだったら今でもめちゃくちゃおすすめです。でも意外と設定によっては十分な性能を提供してくれます。1080p 解像度においては多くの人気ゲームをある程度スムーズにプレイできます。APU でプレイするよりも圧倒的にさすがにレベルが違いますね。で、こいつは VRAM が 6GB しかないのですが、ゲームと違ってStable Diffusionは VRAM 容量がめちゃくちゃ必要になってきます。グラボの上に乗ってるメモリーですね。ほどほどの GPU 性能があっても、ここがゲームと違ってネックになる可能性があるのでテストして見てみましょう。ただし、昔の世代になったので、現在では適正価格で新品での購入が困難であり、中古市場で購入するのがもう前提条件になっています。新品は高いんで絶対に買わないでおきましょう。中古市場ではこの世代はビットコインがバズってたんで、カードがマイニングに使用されていた可能性があります。マイニングに使用されたカードは長時間の連続稼働や高い負荷にさらされていたため消耗している可能性もあります。予算がある人は RTX の3000番台買った方が世代的にマイニング規制がされてたりするのでちょっと安心できるかなと思います。現在新品は RTX 3050 に置き換わっています。で、今回はね、どういった画像を作ろうかっていう感じやねんけど、あんまりちょっとね、いいやつを作ってしまうと YouTube の規制がね、かかる可能性がありますので、ちょっとね、エルフさんを作ってみようと思います。はい。なんかエルフさんやったら万が一ね、ちょっと露出の高いエッチなものが出たとしても、神様的なやつなんで大丈夫かなと思います。神秘的なね、画像を作りたいなと思います。作り方は正直、どんなんができるかっていうのはランダムなんでね、自分で絵を描くときは構成とか決めたりできんねんけども、これはあくまでも、AI がこんなんどうですかみたいな感じの構図をね、ランダムで作ってくれるんで、自分の欲しい構図がなかなか出ないとかの、場合もありますんで、ぶっちゃけランダムなんで、いっぱい作りまくっていいのをピックするっていう、やり方になります。はい。だから何枚もたくさんね、自分が欲しい絵の感じを出すまで、作業、書き出し続けないといけないんで、パワーがいるっていう感じですね。で、この解像度の部分ですが、512で書き出します。ぶっちゃけこれ以上高くなると、1660スーパーが結構きつい。で、こんな感じでたくさん作ってね、一枚一枚時間かかるんですけども、この中からいいのをね、選ぶっていう感じになります。このあたりね、解像度高くすれば、もちろん、それだけ処理がね、負担が重くなって、出来上がるまで時間がかかるっていう感じです。で、Stable Diffusion は解像度高くすれば構図が変わります。解像度高くすればするほどいろんな要素を書き込んでくれてね、画像のクオリティが、そのものが同じ構成でも変わってしまいますので、まあ、よりパワフルなグラムを入れた方が、密度の高いね、綺麗な絵を完成することができるっていうことなんで、だから1660スーパーだと、まあ、512ぐらいが限界になるから、まあ、クオリティも若干制限がかかってしまうっていうことです。で、初めからこの解像度が高い画像を生成するっていうやり方をすると、構図がね、気に入ったものを選べなかったりとかしますので、まあ、やり方としては、まず一つ目に、512の、まあ、この、少ない解像度ですね。これを、ま、何枚も何枚も作って、いい構図をピックしてあげる。そして2番目の作業は、この中からいい構図のものがあったら、一つね、それを固定して、その解像度を上げて、クオリティを上げてあげる作業です。最終的に出来上がったものの解像度を上げて、クオリティを上げてあげるっていう作業になります。まあ、ぶっちゃけこの3つの工程だけで絵は完成するんですけども、これがまあ時間がかかる。一つ目の絵をたくさん書き出すっていうのは、時間かければ1660スーパーでもできるんですけど、一番の最終工程である解像度をアップスケールするっていう行為が1660スーパーではできません。この作業をするのに、いわゆる VRAM の容量にかなり制限がかかっちゃって、6GB ではまあ無理ですね。なんでまあ上位の 12GB とか搭載しているものじゃないと、このアップスケール作業ができないので、最終的に絵の品質を上げることができないです。なので、なるべく品質の高いエッチな絵を作りたい人は、いいグラボ買った方がいいというか、買わないとダメ。で、よくみんながアップしてる、ちょっとエッチな感じの絵なんですけども、あれは正直、ほとんどの場合、プロンプトだけじゃなくて、モデルっていうやつと、ロラっていうやつで、決まってしまいます。多分僕のイメージだと、モデルっていうのが、その絵の中核を担うもので、ロラっていうのがなんか追加のお手章みたいな感じですね。なんかジャパニーズロラみたいなものをなんか追加すると、日本人が好きそうな、なんか日本の美少女みたいな化粧を施してくれる、そんな感じになってますんで、だいたいこの2つをね、手に入れると、まあ、エッチな絵を作ることができます。で、見た感じ1660スーパーでね、めっちゃ時間かかってると思うんですけど、まあ、このモデルとかね、あと顔編集してくれるね、化粧みたいなこのロラですね、こういうのがね、付加されていくと、どんどん追加していくと、時間がね、より処理がね、一個一個かかるんで、時間かかっちゃうっていう感じですね。まあ、付け足さないとでもいいのできないんで、まあ、最終的に、だから、初めはね、何もない状態でバッと書き出してしまって、いい構図をピックして、それからまあ、最終的にこう、いろんなね、顔の崩れを、抑えてくれる拡張機能なんですけども、こういうものを最終工程でまあ、ぶっ込んであげると、まあ、時間効率が良くなるんで、まあ、もちろん GPU のパワーも必要なんですけども、この作業がね、効率良くなるようなやり方っていうのも、まあ、大事なのかなと思います。結構、顔が左右非対称になったりして、崩れる場合があるんですけど、で、これを左右対称にしてあげる機能もあるんですけど、これはもうおすすめしないです。完全な左右対称になるとちょっとね、違和感があったりとかするので、で、おすすめしてるのはこの拡張機能のこのアドフィルター。このフィルターですね。これ使ってあげると、まあ自然な感じで顔を最終的に整えてくれることができるんで。ただまあフィルター的にはそんな重たくないんやけども、このあたりもね、一番最後にまあ完成するときにね、構図を決めてからまあぶっ込んであげた方が効率よくね、処理してくれるんじゃないかなと思います。いっぱい書き出してるときには処理を早くするために、つけない方がいいです。はい、一通り終わりました。どうですか？もうこの時点でめちゃくちゃ可愛くないですか？やっぱりエルフにしといてよかったですね。ちょっとエロ要素があったんで、神様なんで全然問題ないとは思いますけども、よかったですよ。もうこれ生身の人間やったらもうちょっとね、規制入ってますからね。まあこんな感じです。あ、一個ね、規制の部分なんですけども、このネガティブのところにね、この4文字入れてください。これ入れるとね、おっぱいが出なかったりとかしますんで、これ入れてないとね、普通に父丸出しのね、画像出たりとかしますんで、普通の着衣バージョンが欲しい場合は、これを必ずね、入れておいてください。まあ、入れててもね、ダメっていう時あるんだけどね。次はこいつを固定してね、解像度スケールアップしたいと思います。と思いきや、やってみたんだけど、これができないんですよね。1660スーパーではこの機能が使えません。まあ、1660スーパーというか、VRAM6GB じゃ無理です。ということで、いいグラボをね、買ってください。このアップスケール機能が、このグラボではできないということなんで、ちょっと頑張ってね、エルフ作ってみたんですけども、1660スーパーではこれが限界っていう感じになりました。まあ、結論としては、1660スーパーではできるっちゃできるけども、結構きつい。理由としては、Stable Diffusion はたくさんの構図のデータをバッと書き出して、その中からいいのをピックする。それを高品質に変えてあげるっていう作業なんで、まず第一工程のたくさんの画像を出すっていうね、ところから構図をね、いいのを選ぶっていう作業も結構まあ効率は悪くなってしまいます。まあもちろん構図なんでもよくて一発でランダムでやっちゃうなんて人は全然問題ないと思いますが、まあそれでも時間かかりますからね。ただ、リアルな絵を描くときに、これから頑張ろうとするときに、この指の本数がね、違ったりとか、曲がってたりとかね、めちゃくちゃ出てきますので、これを修正するために何回も書き出しとか必要になったりとかしますんで、やっぱり、特にこのリアルの描写を追求するような人はいいの買ってた方がいいかな。そして結果的に GTX1660 スーパーでは、高品質のね、ものを作るために必要な解像度を上げるこういうアップスケーリングが弾かれてしまいますので、高品質な、めちゃくちゃ品質の高い、密の高い絵を描くことができないという結果になりました。じゃあ、お金をかけたくない人は、どのグラボを買うのが一番コスパがいいか、これ実は答えがあります。それは RTX2060 スーパーの 12GB バージョンです。この RTX2060 スーパーの 12GB バージョンを購入してあげると、めちゃくちゃ作業効率が上がります。今回見せたようなものより爆速になります。まあ、理由は VRAM 載ってるのが 12GB ということで、やっぱりね、Stable Diffusion の VRAM が必要になる。で、今回僕はStable Diffusion 用に RTX3060 の 12GB バージョンを買いましたけれども、実はどうやらこの RTX2060 スーパーの 12GB バージョンは、こいつとほとんどの局面でほぼ同じ作業効率で書き出し速度で作業することができるらしいんで、Stable Diffusion ではまあほぼ互角と言ってもいいと思います。やっぱりね、Stable Diffusion はね、かなり、書き出しの速度には VRAM が必要になりますね。基本この RTX3060 の 12GB バージョンが Stable Diffusion でね、現在一番コスパがいいって言われているものです。まあ、基本はまあ新品でこれを買うのがおすすめですけどもね、まあ中古でもいいっていう人であったら、選択肢として、まあ全く同じ速度を出してくれる、前の世代の RTX2060 スーパー 12GB バージョン、12GB バージョンしか買っちゃダメです。この VRAM が、少ないと弱くなっちゃうんで、これを買うこともお勧めします。だいたい3万円ぐらいかな。でも、中古で3060を買っても、まあ、ぶっちゃけ、1万円ぐらいしか差がないんで、どっちかって言うと、3060の方がおすすめ。で、特に2060スーパーの場合は、マイニング知性がなかった世代やから、マイニングされてる場合もあるんで、まあ、中古で買うんやったら3000万台の方が、マジでおすすめっていう感じなんで、基本は3060をお勧めします。で、3060が早い理由としては、VRAM がもう 12GB 載ってるから、で、ゲームのベンチマークとかでは3060はかなり酷評されてましたね。VRAM の容量は上位の 3060Ti に比べて多いねんけども、そのメモリのスループット、メモリの、データ転送の速度が遅いから、制限かかってるから、結局、まあ、最終的にまあゲームのフレームがね、落ちちゃうっていう感じで、まあコスパがね、悪い、ゲーム用のね、グラボという風に紹介されてて正解なんですけども、なんとこの Stable Diffusion とかではね、VRAM の容量がね、必要になるので、なんか、この AI の画像処理においては、上位と下位のね、コスパが、ね、逆転劇になるっていう面白い構図になってますので、3060でもまあコスパはね、ゲーム用ではそんな良くないですけども、ゲームできるんで、ゲームもやりたいし、ね、Stable Diffusion もやりたいという人は、もうこの3060、12GB バージョンね、マジおすすめします。ということで今日はね、エッチなエルフをね、1660スーパーで無理やり作ってみました。で、今回まあちょっとアップスケールできなかったから密度があんまりね、いい画像できなかったんで、ほんまにね、どこまでエッチな絵を描けるのかっていうのをね、見てみたいと思うので、次は、手に入れた RTX3060 12GB ですね。一番コスパがいい Stable Diffusion 用のグラボ買いましたんで、これでまあどこまで描き出せるか、どこまで繊細に細かく書き出せるかっていうのを作ってみたいと思いますのでね。次はもうめちゃくちゃ綺麗なイラストをね、作ってお見せしてみたいと思います。じゃ今日はね、何かと話題の AI 処理をですね、かつてコスパ最強と言われたゲームグラボで、1660スーパーでやってみましたが、結果、まあできるけど、ちょっと厳しいし、時間的にもちょっと厳しいし、最終的にはめちゃくちゃいいクオリティのものも厳しいという感じになりましたので、まあちょっと倍額になってしまいますけども、まあ、せっかくやるんだったら時間効率を考えたら投資してあげた方がいいのかなという感じになりました。はい、今後もね、Stable Diffusion、まあ何かとね、あと1回はね、絶対3060でやりますけれども、まあ面白そうなんで、いろいろ動画作っていきたいと思いますので、これからね、Stable Diffusion でエッチな絵を作るのがね、まあエッチな絵以外も作れるソフトなんですけども、まあそのあたりもね、違う動画でね、アップしていきますので、興味がある人はまたそちらでよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。終わり。